はい、皆さんこんばんは、セイカマンでございます。本日はですね、スラムダンクね、今年、また映画化が始まりましてですね、非常に楽しみなんですけれども、もう本当に今でもね、人気のある漫画で、もう私も大好きで、今日もね三井久志をね、来てね、もうお話しするんですけども、そのスラムダンクが、突如ですね、当時ね、最終回を迎えて、人気絶頂の中、連載終了を迎えたこの裏側についてですね、今日はお話をしたいと思います。何があったんやということですね。で、ジャンプ黄金期といいますとね、もう私が本当に学生だった頃になるんですけれども、当時はスラムダンクだけじゃなくて、ドラゴンボールなんかも終わってですね、あれが黄金期の終了というかね、きっかけだったんじゃないかと思うんですけども、当時のね、少年ジャンプはね、もうなかなか人気がある漫画は、終わらさせてもらえなかったんですね。で、そんな、人気絶頂で辞めさせるということが許されなかった時代でね、一体何があったのかというのをね、今日はお話したいと思います。それでは、スタート。漫画のことはね、漫画の内容から読み取るのが筋であってね、漫画を読んでね、考察していくっていうのが普通なんですけれども、ただこんななんで終わったかとかね、そういう 裏事情みたいなのはもう漫画をいくら読んでも分かりませんので、私の場合はその後のね、暴露本じゃないですけど、作者自体のインタビューとかですね、当時の編集とかアシスタントの人の、インタビューとか、そういう本もいろいろ出てるんで、後から分かることっていうのはたくさんあるんですね。で、当時のそのスラムダンクがなぜ終わったか、いろんなね、終わった時もね、噂も出ましたし、今でもツイッターでね、いろんなことが書かれてます。作者と編集が喧嘩したんじゃないかとかね、ありますけれども、一つの答えというかね、それがこちら、漫画が始まるというね、こちらをですね、もちろん井上武彦先生にインタビューをね、仕掛けているのが、伊藤博美さんというね、詩人の方なんですけども、彼女自身、スラムダンクのファンでっていうこともあって、この対談が成立してですね、この本が出たんですけれども、この中で、ですね、なぜ人気絶頂の中終わらせたのかというね、真相に迫っているわけでございます。で、この本はですね、先生に対するインタビューですから、もうここに載ってる事実がもう答えなんですね。で、結論、当時はね、もういろいろありました。なんでスラムダンク終わったんや、先生病気じゃないかとかね、編集と揉めたんじゃないかとかね、いろいろ言われてましたけど、もう結論はもうここに載ってる通りですね、先生自身がもうその最終回のタイミングをもう決めたとね、これが答えです。で、先生も漫画家であると同時に、やっぱりこう他の漫画もいろいろ読まれてましたんでね、読者でもあったと。で、いろんな漫画を読んでるうちにですね、だんだんこう人気がなくなってね、ジャンプですと人気なくなったらこう後ろの方行きますよね。で、そしてある日、最終回という漫画をたくさん見ている中でね、先生はそういう終わり方をこう、緩慢なしという言葉で、答えておられましたね。だんだん死んでいくというね、そういう漫画がほとんどであると。で、自分の漫画は、そういう終わり方はしたくないと。ね。で、中略ですけども、面白かった漫画ならば、ね、終わる時には、関東カラーであるべきという思いがあったようです。で、どんどんこうダメになってね、そういうのはもう絶対に嫌だと。もう何も出ません。相手はもう何も出ませんというね。そういう終わり方だけはしたくなかったというふうに、答えられております。で、先生がね、辞めるというのを決めたわけですけども、やっぱり当然ね、抵抗があったと。ね、辞めないでくれという抵抗があったということも書かれてました。で、その抵抗を、いいや、と言って、通したというふうに書かれてます。で、ちょっと、このま、内容のまま読みますけども、
まあ、こういう風に終わるべきだなどという前にですね、僕らは人気が出なければ自分の意思とは関係なく切られますと、ね、そういう理屈で戦ってる以上、人気が出たんであれば終わりも自分で決めるということは、まあ、当然言えるはずだと思っていたんで、それが言えない、終わりを決められないというのはおかしいだろうと考えていましたと。まあ理屈では勝ちましたねというような風に書かれてますけどもね。やっぱり先生はもう人気絶頂で終わりたかったと。ね。まあなんていうのかな、桜の散り際というかね、一番美しいところで終わる美学。まあそれが先生にはあったんじゃないかなと思います。まあ、一つだけね、まあ、これは私の意見なんでね、まあ、聞き逃してもらったらいいと思うんですけど、まあ、この、絶頂期で辞める。これはもう先生の美学として、もう素晴らしいと思います。ただ、これは必ずしも正解であるとは、僕は思わないですね。もう漫画家さんによったら、もうファンが一人でもいるのなら、ね、もうアイデアもなくなったけど、一週間頑張ってひねり出して、ボロボロになっても書き続けるぞというね、そういう美学を僕はあっていいと思うんですね。まあ、ドラゴンボールだって、当初の予定通りね、やめるんであれば、ピッコロ大魔王で終わってますからね、サイヤ人編もなかったし、北斗の剣だって、ラオウ編で終わっていれば、まあ、ケンシロウとラオウが主役のも、ね、漫画で終わりますけど、続けたことで、最後ね、ケンシロウとバットがね、まあ、主人公だったというね、まあそういう最終回にたどり着けたわけですし、これはもう正解はないと思うんですよ。うん、よく例に出すんですけど、今のサッカーの三浦和義選手とかね、まあ、ボクシングの辰吉選手とか、野球で言ったら新庄選手がね、またこう復活しようと頑張ったりですね、その絶頂じゃないけどもやり続ける、灰になるまでやるんだという、まさしく漫画の明日のジョーみたいなね、考え方を僕はまあ美学としてね、あっていいんじゃないかと思うんでね。まあ今日は先生の美学をまあ紹介しましたけれども、まあこれがね、まあスラムダンクの最終回の真相でございますということで、まあ最後私の話余計でしたけどね。まあスラムダンクのね、まあいい作品は何回もこうね、リメイクして、映画化になってね、そしてまた新しい世代のスラムダンク知らない人たちもね、知ってもらうというね、まあ本当ね素晴らしい漫画ですね、ということで、ご清聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできたらと思います。さよなら。